新型コロナ感染者の全数把握の見直しをめぐり岸田総理大臣は自宅療養者への支援体制やシステムの改修など環境整備を進めた上で全国一律で移行する考えを示しましたシステム改修など必要なまあ環境整備に一定の時間が必要ということでありましたああのまあ、こうした 整備を進めた上えで、このウィズコロナに向けた新たな段階として、全国一律のシステムに移行していきたいと考えています新型コロナ感染者の全数把握をめぐって、岸田総理は24日、医療機関や保健所の負担を減らすため、都道府県の判断で詳しい報告の対象を、 重症化リスクが高い人に限定できるように見直すと表明していましたこれについて27日岸田総理は全国一律で移行する前の緊急避難措置だと改めて説明しましたそしてシステムの改修や報告の対象外となる自宅療養者の支援体制感染動向を把握する定点把握の仕組みの検討など環境整備を進めた上で いずれは全国一律で移行する考えを示しましまた。また無症状の感染者がマスクの着用など感染対策を講じていれば外出を認めることも含めて今後の対応を検討する考えを示しました。